俺たち少年探偵団が簡単に諦めるわけねえじゃんな。そうよ、コナン君がいなくたってちゃんと謎を解いてみせるもん。やっぱりね、そんなことだろうと思ったわ。ところで、僕さっきのことで気になってることがあるんですけど。俺も一つあんだよな。実は私も。君たち、メガネをかけた蝶ネクタイの子の友達だね。彼が困ってるみたいなので、ちょっと来てくれないかな。今はここを調べる。回転錠のついた箱の中に入っていたカードだ。多分これも何かの施設を示しているんだろうな。ということは、このカードも何かの施設を指してるってことか。とにかく行ってみよう。まだ警察は来てないみたいだな。あいつらちゃんと博士に伝えたんだろうな。今はここを調べる必要。手品を見るところだ。今は鍵が。ゲームセンターか。遊んでいる。
今はここを調べる人。今はここ。ファミリーパークの入り口だ。一回出るとまた入場料を払う。今はここをし。いろんな設備があるな。今はここ。配電所に来た。鍵がかかってる。誰もいないみたいだ。8番のロッカーだけが使用中か。この中が気になるな。そうか、主に送迎バスを利用する人がこのロッカーを使うんだな。まさか停留所にヒントがあるとは思えないが、一応調べておくか。バスの時刻表だ。ん？この時刻表は24時間表示なのか。今月の運行停止はと。なるほど。当然休園日と連動してるってわけか。だからといってこれが事件解決に役立つとは思えないな。
今月の運行停止はと。なるほど、当然休園日と連動してるってわけか。だからといってこれが事件解決に役立つとは思えないな。確か意味不明な数字の羅列があったな。ここは推理が必要だな。こう叫んで方向を示せばその方向にダッシュするのか。この掛け声何かに使えるかもな。これがあればランディをダッシュさせた後に戻ってこさせることができるのか。これが黒蛇団の一人は動物嫌いだと言ってたな。黒蛇団の男の一人は動物が嫌いなんだ。そうだ、ランディだ。そいつに犬をけしかければ奴はその場を離れるだろう。犬笛があればうまく操れそうだな。このアイデアは何かに使えるかもしれねえぞ。ゲンタが乗って調べたアラビアンカーペットの人形の星の部分にあった落書きだ。何か意味深な数字だな。そういえば時刻表は24時間表示なんだっけ。そうか、1700をそのまま受け取るからわからなかったんだ。もしこの1700が24時間表示を表していることだとしたら、数字の意味は17時00分、つまり午後5時00分のことだ。もしかしたらこの時刻になると何かが起きるってことを示しているのか。今はここを とりあえず新たに分かったことはあるが、時間がね、先を急ぐか。ローテジナ氏が孫のユウヤ君を救い出すために俺たちに託した暗号も徐々にその姿を現し始めた。だが黒蛇団の奴らもじっとしているはずはない。俺の脳裏に嫌な予感がよぎった。セーブするかい。まだ警察は到着してないのか。コナン、おい、
うした元太？さっきお前と別れてすぐいきなり怪しい男がやってきて。え？君たちの友達のメガネの男の子があっちで困ってるからすぐ来てくれって言われてついてたら、なんか変な建物の前まで来たところでいきなり ピストルを頭に突きつけられてよ。どこだかわかんねえところに閉じ込められちまったんだよ。そこはどんなとこだ？中に何かあるか？江戸川くん、見たところ倉庫のようよ。ゴーカートとタイヤがたくさん置いてあるわ。ゴーカートとタイヤか。今そこにはお前たちだけか？うん、そうだよ。いいこと思いついた。何ですか元太くん？ここから脱出できるいい方法を思いついたんだよ。本当か元太？あの扉は俺たちが体当たりしても開きそうにないだろう。だからここにあるタイヤをぶつけてあのドアを壊すんだ。よし、じゃやってみるぞ。おい、ちょっと待てよ元太。そんなことしてもし外に奴らがいたら気づかれちまうぞ。お、そっか。ちタイヤを転がすってのはいい案だと思ったのにな。ゴーカートやタイヤがたくさんってことはかなりでかい倉庫ってことだろう。なら扉だって頑丈なはず。子供の力でタイヤをぶつけたってびくともしないだろう。タイヤを転がすってアイディアは元太にしちゃ上出来だがな。俺が必ず助け出すからもう少し我慢しててくれ。いいな？うん。タイヤとゴーカートの倉庫か。今はここを調べ。配電所に来た。鍵がかかってる。